せーの、こんにちは団長さん。こんにちは、南條芳乃です。絶賛発売中のアルバムライブアライフのことをお知らせするために期間限定でお送りしてきましたが、いよいよ最終回の日が来てしまいました。それがこのこんにちは南條さんです。いや、あっという間でしたね。さあ、そんな中今日お聞きいただいたタイトルコールはアコースティックライブツアーボリューム1 47分の17、私から会いに行きますのファイナル、6月30日に岡山県のクレイジーママキングダムで収録したものでした。岡山くんね、まるでシーツをかぶったお化けのような可愛らしいキャラクターができてね、私も満足だったんですけど、ツアーファイナルということでこのシーツをかぶってワイワイってやってるような楽しさ、そしてパッションを込めたタイトルコールでした。まあ、シンプル、至ってシンプルなこんにちは南條さんに戻ってきたわけですけど、圧がすごかったんですよ。音圧がこれはもう OK だなっていうすごい圧、あの全会場の中で一番すごい音圧をいただきましたね。思わず星野さんが最後にすげえって言っちゃってましたね。あれ誰かね、前の方のお客さんがすげえって言っちゃったんだと思って、誰かこの辺ですげえって言っちゃったしみたいなこと言ったら、星野さんがごめん俺って言ってていや面白いですね。星野さんは本当いつだって、まあ、最近会ってないですけどね、みんな元気かな。というわけでタイトルコールもようやくツアーファイナル分までたどり着きました。ご協力くださった皆様ありがとうございました。まあ、途中で思いついたことだったので福岡を熊本はできませんでしたけども、まあ、最後まで撮ってちゃんと最後まで使い切ることができて見切り発車で出発したもののちょうどぴったりでしたね。よかったな。あ、というわけで本当にあっという間のツアーもね、もう2ヶ月も前のことっていうことでびっくりですけども、このラジオも本当にあっという間でした。そんなわけでこれからの約30分間最後までお付き合いください。こんにちは南條さん。お名前ハミーさんからいただいたご挨拶でした。挨拶を双子の妹にお願いして撮りました。こんにちはを私が、南條さんを妹は言っています。これを撮るときは爆笑でした。一卵性の双子なので声もそっくりです。なんだか恥ずかしいですとのことでした。ありがとうございます。確かに一人で言っているかのような感じでしたね。声も似るんだな、面白いねというわけで改めましてこんにちは南條芳乃です。まあ、最近の私は、まあ、絶賛フリップサイドのアルバム作り中ですけどね。あと、まあ、一番タイムリーな話だと今日から、ブタクサがすげー飛び始めてるんじゃないかなっていうぐらい喉鼻かゆいですかゆい頑張っていきたいと思います。そんな中ライブアライフ発売記念のサイン会が開催されました。8月17日が東京、24日が大阪、25日が名古屋で、今年もまたアルバムのサイン会だったので、特製色紙に書かせていただきました、感想のお便りもいただいているので紹介していきたいと思います、お名前ゴンベさん、こんにちは南條さん、こんにちは。8月17日に都内某所で行われたアルバム発売記念のサイン会に参加しました。あー、目も痒くなってきた心臓が口から飛び出るかと思うくらいめちゃくちゃ緊張しましたが、無事僕の得意のモノマネのジャイアンのモノマネを披露することができてよかったです。いらっしゃいましたね。実は僕、現在
転職活動中でなかなか次の転職先が見つからなくて悲しい気持ちだったのですが、南條さんとお話できてとても元気をもらいました。これからもっと職探し頑張りたいと思います。頑張ってください。応援しています。続きまして、東京都の早朝パッチワークさんからいただきました。ライブアライフサイン会東京前半に参加した帰りにこのメールを書いています。自分で作ったパッチワークのT シャツを着ていきました。南條さんがライブで着ていた衣装を見た時から真似しようと思って作りました。サイン会は初めてではないのに、やはり目の前に立つと頭真っ白になるあの現象が、思うように口が動きませんでした。失礼なことを言ってなければ幸いです。ありがとうございます。器用な方でしたね。いやー本当ありがとうございます。まあ、今回もね、まあ、皆さん緊張してらしてまあ全然笑ってくれないのかなみたいな方とかもいらっしゃるんですけど、それでもめげずにこちらが笑顔でありがとうございますって言ってると、まあ、最後までには笑顔を見せて帰ってくださる方もいらっしゃるので、そうすると私はホッとしていますあ、笑ってくれた、よかったなみたいな。じゃあ続きまして、大阪の会場からのねお便り紹介したいと思います。奈良県のモッチーさん、ライブアライフ発売記念サイン会、大阪に参加しました。私は近いうちに静岡旅行を計画しているので、南條さんにおすすめの、静岡のおすすめスポットをお聞きしたところ、サファリパークとかと答えてくださったのですが、私は緊張で思考が停止しており、静岡にサファリパークあるんですかと聞き返してしまいました。言ってたね。終わった後に富士サファリパークのことだと気づき、やってしまったなと思ったのでお便りにてお詫びします。大丈夫です、旅行では爽やかと富士サファリパークは絶対に行こうと思います。ありがとうございます。まあ、静岡のおすすめを聞かれて、まあ、とりあえず私は爽やかって答えるんですけど、場所はないんですかって来たので、うん、でサファリパークが出てきたからパッと、じゃサファリパークとかって言ったら、え、あるんですかって言うから、ありますよみたいな。かつてね、私も行ったことありますよ、たったの一度だけ。あのライオンの赤ちゃん抱っこできるっていう CM を見て行ったんですけどね、させてもらえませんでした。その時はなんか違ったんですかね、大きくなりすぎちゃったのかな。あのね、眺めて一緒に写真を撮るっていう会になっていましたけどね。まあ、それでも可愛かったので、もう一回行ってみたいなって思うんですけどね。まあ、もう一回じゃなくてもいいんですけど、また私が行った時よりもいろいろ進化してるんでしょうね。じゃあ続きまして、京都府のまゆさん、私はサイン会大阪2部に参加しました。非課線ではないけど最近絵をカフェにたくさん行ってますといったところ、少し前のめりになった南條さんに買って帰りましょうと言われ、ちょっと無理かもですと答えたと思います。しかし帰りに会場近くのお店でファイナルファンタジー14を見つけてしまい、気づいたらコンプリートパックを購入していました。今までなかなか勇気が出せずにいた私ですが、南條さんの一言で非課線への道を一歩前に進めたことを感謝しています。ありがとうございます。PS4 はまだ持ってないので席は長そうですソフトだけ買って帰ったんかい。この方もなんだけど、結構ね非課線も来てくれてて、あと非課線じゃないけど、あのもう一個のゲームの方のラジオ聞いてますとか、なんかねそういう方も多かったので、まあ、とりあえずそういう方たちには買って帰りましょうみたいな。あと全部環境は整ってるんですけど、やってません、始めてませんみたいな人もいて、やれよって思いましたねやったらいいじゃないですかね。まあ、ちのゲームの方のラジオはまだ続くと思うのでね、始めたら向こうにお便りが送れるようになりますねお待ちしてますじゃあ続きまして、名古屋の会場の方からのお便り、愛知県のチョコロネさんからいただきました。こんにちは南條さん、こんにちは、サイン会お疲れ様です。名古屋の2部に参加させていただきました。とてもほんわかとした雰囲気で緊張しつつも少しリラックスできました。私は小3の弟が南條さんの歌をバカにしていたなどという話をしたのですが、いた、家に帰るとその弟が南條さんと何を話したのとずっと聞いてくるのですが、
絶対に口が裂けてもあなたの悪口を言ったとは言えないなと思いながら、秘密と答えました。普段喧嘩ばかりですが、南條さんのおかげで少し仲良くなった気がします。ありがとうございます。そう、結構親子の方とかで、もう娘が息子が反抗期なんですけど、南條さんの話だけは一緒にできるので助かってますみたいな話とかもね、結構あったりとかして、まあ私がご家族のご家庭の会話のね切り口になっているんだとしたら、まあ生きててよかったなって思いました。人の役に立つことができてよかったって思いました。弟さんにもよろしくお願いします。じゃあ続きまして、愛知県のおいっ子めいっ子12人と申しますさんからいただきました。こんにちは南條さん。こんにちは。サイン会名古屋第2部に参加させていただきました。サイン会開始の時間になり、南條さんが登場した時、あまりの感動で緊張してきて、自分の番が回ってくるまでずっとそわそわしていました。壇上に上がり、自分の番が回ってきた時、話したいことを忘れてしまいました。だいたいみんなそうなってましたよ。なんとか自分が6人兄弟であること、甥っ子めいっ子がたくさんいることだけを伝えることができました。南條さんからすごいねと言っていただき、離れる時に両手で手を振っている仕草を見て、一生南條さんを応援していこうと心に誓いました。ありがとうございました。本当にごめんね、なんかすごいねっていう、なんか語彙力乏しい感じのコメントを、した記憶はありますけどね。ありがとうございました。いや、なんかみんなこうやっぱり緊張してくださってとかさ、あと全然緊張しちゃったのかなと思って、全然おしゃべりできない、でも話したいことありそうな感じだなみたいな、でも時間はさ決められているから、そこで私が中途半端に聞いて、あのでちょっと話しかけた時にもお時間来ちゃって、さよならってなっちゃうと、もう絶対心残りになるだろうなと思って、どのレベルのこう会話のやり取りができるかなみたいな、こっちも考えながらね、どうから来たんですかとか、当たり障りのないことを聞いたりしたりもしていたんですけど、でもなんかその話したいことまで全部話せたかなとか思いながらも、結構年上のね方とかも来てくださって、でもなんか全然話さないんですよ。けどそのシャツとかの下にライブ T シャツとか着てきてくれたりとか、そうやって朝支度をして来てくれてる時間があるわけじゃないですか。あ、これ着てこうって思って来てくれたんだなとかさ、あと帰り際に一瞬ニコってしてくれたりとかさ、あ、緊張してたんだなみたいな、なんかなんで俺こんなとこ来てしまったんやみたいな顔をしていたけど、緊張していただけだったんだなみたいなのとかを見てると、なんかすごいこっちがねほっこりした気持ちになって、いや楽しいなって思いましたね。なんか結構私サイン書くのとか文字書くのは苦じゃないので、結構皆さんたくさんの枚数お疲れ様ですみたいなこと言ってくださったりするんですけど、それはね全然苦じゃなくて、お話を悔いなくしていただけたかなみたいなところが気になっているんですけどね。まあ楽しんでいただけたようでよかったです。1200ぐらいでしたっけね、サインもねさせていただきまして、ありがとうございました。こちらとしても楽しい時間でございました。ということで、アルバムから一曲お届けしたいと思います。今回久しぶりにね、東京以外にも大阪名古屋と、まあちこち行ったという久しぶりにあちこち行ったということにしましょうね。というわけでこの曲お届けしたいと思います。ライブ CD3 に収録されています、南條佳乃でスキップトラベル。
ましたね。長崎県の猫カラスさんからいただきました。サイン会の日にご近所さんたちでカラオケに行って録音してきました。というわけで総勢6人で収録してくださったようです。こんにちは、なんじょうさん、一人ずつ言ったのかな。あの、むつごじゃないのに声似てましたねありがとうございましたさあ、それではこちらのコーナーも最終回行ってみたいと思います。カラーオブライフ。大絶賛発売中のアルバムライブアライフのオリジナル CD に収録されている新曲5曲にはイメージカラーとモチーフになっている感情が組み込まれています。赤は燃える、熱い。青は同調シンクロ、黄色は共感警戒楽しい、緑は癒し、ピンクは可愛いという感じですね。そこで番組をお聞きのあなたから今紹介したような感情に出会った時のエピソードを送っていただいています。今日も5色全部ひっくるめてランダムにお便り紹介していきたいと思います。ではまず大阪府のもずくもぐもぐさん。猫カフェに行った際、猫がとても可愛く、可愛いねーと猫に話しかけていると、隣にいた友達に、これが本当の猫撫で声かと言われました。なるほどと思いつつ、猫を撫でながらピンク色が溢れていました。そう、動物と接するとき、その人がどう動物と接するかっていうのが垣間見えたりするよね。この間もね、ワンコと戯れるうちのマネージャーがね、可愛いでしょねみたいな、若干そうなってて、そこまでいかなかったけど若干そうなってて、なるほどね、そうなっちゃうタイプだって思ってたけど、すごいわかるって思った、次、大阪府のカパコさん。先日家族で車で出かけた時のことです。私の家族はクレヨンしんちゃんが大好きで、しんちゃんのセリフの出発お進行ナスのぬか漬けというのを出発する時に言ってみたのですが、全く同じタイミングで父も同じセリフを言ったのです。すげえ。母にはあんたら本当親子だねと笑われました。あまりのシンクロ度に少し恥ずかしかったのですが、青を感じ、同時に楽しくて黄色も感じました。あー、混ざってきたよ。混ぜたら緑になっちゃいますね癒しの曲に、まあ、確かに青と黄色混ぜて緑、シンクロを感じて楽しくなると癒されるっていうのも分かりますね。あれ、なんか不思議な、続きましてコンさんさんからいただきました。僕は先日赤色の感情に出会いました。というのも、普段いわゆる二郎系のラーメンを食べないのですが、友人に連れて行かれがっつり食べてきました。友人はマシマシというもやしを 1.5 キロに増量して食べていたのですが、僕は初めてというのもあり600グラムにしました。といっても600グラムでも十分な量があり、ラーメンの熱さと店の熱気の熱さに汗が滝のように流れていましたが、なんとか完食できました。素晴らしい。
なるほどね、頑張りましたね、コンサーさん。これで赤を感じたわけですね。偶然にも私も昨日ねラーメンを食べていましたね。二郎系じゃないんですけど美味しかったですね。体重が増えてて黒い気持ちになりましたけどあ、やっちまったなって思いましたね。次、福岡県のすだちうどんさん。先日私はオオサンショウウオを見たくて京都水族館に行きました。ウーパールーパーのようなものを想像していたのですが、予想よりはるかに大きく、私が見たのは全長80センチくらいでしたが、最大で南條さんの身長と同じくらいになるらしいです。マジで怖っ。そのゆったりとした何とも言えない風貌に、なんだか緑の気持ちになりました。いや恐怖の色だよでかくね。コウテイペンギンも大きいと150ぐらいなるんでしょ。怖くない？あんな可愛い顔しといて、近づいて、あ、ペンギンだって言って近づいてくと150ぐらいあるんだよ。パーンって張り手されたら死ぬよね、多分ね。見たい見てみたい。150センチのコウテイペンギンと150センチのオオサンショウウオが揃っている空間に行ってみたい。で、恐怖を感じたい。わ、怖いな。カッパのモデル？オオサンショウウオ？そうなんだ。確かにカッパも150ぐらいって言ったりするよね。わー、怖いな。あー、怖い。あー、その空間に行って恐怖を感じたい。怖いもの見たさですね。色で言ったら何でしょうね、群青色とかでしょうかね。怖い。紫とかちょっと混ざっちゃったりしてね。緑も混ぜましょう、深緑。怖いね、恐怖の恐怖の色です。じゃあ次、兵庫県の上田さん。先日のお盆休みに直撃した台風ですが、私は仕事に行っていました。大変でしたね。でも電車が運休になる前に帰らせてもらえることになり、雨風にさらされる覚悟と傘を差す準備をして外に出ました。すると、なんということでしょう、雲の切れ間から太陽の光が降り注いで、地面がキラキラ光っていたのです。30分ほどの晴れ間でしたが、私の心は黄色でルンルン気分で濡れずに帰宅できました。素晴らしい。それはもう黄色っていうか、もうレインボーですね。その嬉しさはレインボーですよ。レインボーから、だって台風だって言ってもやべえ、こんな中帰るのほんと辛いわって思ったら晴れてたんでしょ。そんなのレインボーだよ。レインボーの曲ないですね、うちには。いや、というわけで皆さんからのね、近況報告のお便り、とても楽しく見させていただいておりました。ありがとうございました。ということで、もう一曲お届けしたいと思います。じゃあね、まあどのお便りも楽しかったんですけど、まあ、しんちゃんのセリフ、お父さんとシンクロしてしまったカパコさんのお便りでね、まあ青を感じでも黄色も感じた結果、ちょっと緑になっちゃっているんだけど、これと恐怖を感じたい山椒魚のお便りくれたすだちうどんさん、というわけでこの曲を聴いていただきたいと思います。アルバムライブアライフのオリジナルディスクから、南條佳乃でギフト。
しい。神奈川県の雪だるまさんからいただきました。久々に会ったいとこのココナ4歳と録音しました。録音した後ずっと南條さんと叫んでいました。可愛らしいですね。ありがとうございます。さあ、この番組が今日で最終回ということで、たくさんメッセージをいただいています。ご紹介していきましょう。よ、大阪府のとしちゃんさん、こんにちは。南條さん、こんにちは。ラジオ8月で終わってしまうと聞き、いても立ってもいられなくなってメールしました。期間限定ということでしたが、いざ終わるとなると本当に寂しいです。会いに行きますツアーのお話やライブアライフのお話だったりもたくさん聞けて、毎回あっという間の30分ちょっとでした。新たに始まったコーナーもとっても楽しみでした。最初は英語に違和感があると言っていましたが、慣れましたか？いいえ、慣れません。ラジオが終わるのは寂しいですが、ライブアライフをいっぱい聞いて寂しさを紛らわせようと思います。ありがとうございます。続きまして、東京都の日だまりさん、こんにちは。南條さん、こんにちは。このラジオも気がつけば最終回、毎週毎週楽しくて、やっぱり南條さんのラジオが大好きだなって思いました。ツアー中にラジオがあると感想をリアルタイムで伝えられてありがたかったですし、今回はアルバム特番だったので、アルバムもより楽しく聞き込めたと思います。特にカラーオブライフのコーナーではたくさんの色と感情のお話が聞けて楽しかったです。終わってしまうことはとても寂しいですが、また南條さんが楽しくラジオができる環境ができたら嬉しく思います。ずっと待っています。4ヶ月間本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ続きまして、東京都の山玉屋さん、こんにちは。南條さん、こんにちは。私は偶然このラジオを知り、マジで、どこで、なんで、どこで知ったの、教えて。ラジオをきっかけに今回のアルバムライブアライフを購入しました。わー、やった甲斐があったね。よかったね。これをきっかけにライブなどに参加して応援していきたいと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。どこで知ったかを送ってください。偶然知ったってなんでだろう。 YouTube とかずっと見てたら出てきたとか、そういう感じかな。いや、教えてほしいな。北関東のはるはるさん、こんにちは。南條さん、こんにちは。毎週楽しいお話や素敵なエピソードをありがとうございます。この配信も8月いっぱいということで少し寂しいですが、また次の何かがあると思っているので、それまではアルバムを聴いたりしながら過ごします。ラジオは南條さんのことを好きな他のファンの方ともつながれる感じがするので、またこんな番組があれば嬉しいです。今はソロのライブのお知らせはありませんが、フリップサイドでもアルバムが出ますし、ライブもありますし、これからも南條さんのたくさんの活躍を楽しみにしております。またお忙しい時期に突入すると思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。といったところで、そろそろお時間となってしまいました。全部のメールご紹介できなくてごめんなさい。たくさんのお便り本当にありがとうございました。ということで、最後にこちらの曲を聴いていただきたいなと思います。アルバムライブアライフのオリジナルディスクから、南條佳乃でつながりの歌。元気にしていたかい？久しぶりだね。少し変わったかな？何でもいいんだよ。君と交わす言葉はお守りだ。嬉しい、楽しい、愛つながってる僕ら感じ
南條さん。こんにちは、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 南條さん。嬉しい、楽しい、会いたい気持ちを上手にほら声にできたら、もっともっとつながってる僕ら感じられるから、空に浮かぶ今週のお知らせ、アルバムライブアライフが発売中です。新曲とライブ音源が入った CD5 枚組の通常版とライブ映像がついた初回限定版のブルーレイ版と DVD 版、計3つの形態で発売されております。いやちょっとこの一文は言わないでおこう。さらに NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルではこのアルバムのオリジナル T シャツ付き限定商品も販売されています。ブルーレイ付き初回限定版がネイビーの T シャツ、 DVD 付きの初回限定版がホワイトの T シャツとなっています。数量限定生産で残りわずかだそうですので、まだ注文していないという方はお早めにゲットしてください。サイン会でもね来てくださっている方たくさんいらっしゃいましてありがとうございました。ぜひぜひ、まだの方はゲットしてください。すべての情報の詳細につきましては南條さんのファンクラブご近所るの友の会のホームページや NBC ユニバーサルの公式ホームページをご覧ください。以上、全16回、実はお知らせの言い方を全部変えてみていたんですけども、気づいていたでしょうか。アーカイブも残っているかと思いますので気になる方は聞き直してください。以上お知らせでした。こんにちは、南條さん。できました。こんにちは、南條さん。記念すべき最終回の配信いかがだったでしょうか。まあ、全16回という短い期間限定のねラジオでしたけども、まあ全身のラジオが終わってしまったので、まあ、そっからねツアーとかも始まるしアルバムもあるし、まあ、お話できるところがないっていうのはちょっと寂しいなと思っていたので、まあ、今回のねこのこんにちは南條さん、このタイトルだけを温め続けていたラジオがあったことで、まあ、ツアーの話もねできたし、アルバムの話もできたし、またそのお便りもね紹介できる場所があったので、すごく、まあ、16回という短いものとはいえ、まあっという間のねラジオでしたけども、こういう場所があってよかったなと思いました。お知らせ前に聞いていただいたつながりの歌もね、あのライブのつもりで歌詞を書いていたんですけど、こうやってラジオで聞いてみるとすごいラジオ的な歌詞としても
当てはまるななんて思って聞いていたんですけどもね、挨拶も途中でたくさん流れましたけども、挨拶もねたくさん送っていただいていまして、ありがとうございました。今回のあのサイン会やっててライブアライフの曲も早くライブで、まあ、アコースティックで1曲ずつ披露はしていったんですけど、まあ、フルバンドの形でもね、ライブで聴きたいですっていう声もたくさんいただきましたので、まあどこで披露できるのか、まあ、ツアーはまねもう今年の分は終わっちゃったので、まあ、予定がないんですけど、まあ、確かに披露できる場があるといいなと思ってるんですけどもね、まあ、ちょっといつになるか分かんないんですけど、それも楽しみにしていてもらえたらいいなと思います。はい、というわけで、たくさんねお便りもいただきましてありがとうございました。番組メールアドレスもまだもうちょっとだけ生きているらしいので、番組を聞いての感想などなど送ってみてください。後でこっそり読ませていただきたいなと思っております。メールアドレスは nanjo@hibiki-radio.jp です。さあ、というわけでお別れのお時間でございますが、またどこかでラジオもねまた何かしらの形でやれたらいいなと思ってますので、お会いする機会があるといいなと思います。また元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は南條佳乃でした。またね。